WE リーグ初の女性監督対決、そして同じ勝ち点で並ぶエルフェンが長野をホームに迎えました。まず前半15分です。長野のシーン、失礼、エルフェンのシーンですね。14番加藤のクロスから胸で落として瀬戸口のシュート。こぼれに瀬戸口が右足振っていきました。次17分です。エルフェン、左サイド優村から吉田理子が受けて、ゴールキーパーも飛び出してセーブします。35分です。長野、岡本が左からクロスを上げて福田優衣が足を伸ばしました。右足枠の外でした。前半0対0で折り返します。49分長野のシーンです。エルフェンが足を振っていきました。吉田理子受けて左足のシュート。次もエルフェンのシーンです。湯村から瀬野優輝が右から打っていきました。右サイドで受けた瀬野が一人かわして右足を振っていきました。次が61分です。クロス、長いボール、川船のシュート、これが決勝点となりました。84分のゴールです。11番の川船が右足で流し込みました。84分のゴール、これが先制点です。2022-23 WE リーグカップグループステージ第5節グループ A、 埼玉エルフェン埼玉対長野1対0、長野の0対1、長野の勝利です。